ただいまから、司会改革推進会を開会いたします。資産届が赤坂委員から提出されております。本日は、前回の委員会に引き続き、投票率向上に向けた取り組みについて検討いたします。この間、3月の委員会では、留国大学政策学部、伏見区投票率向上プロジェクトの学生さんからの報告・提案の聴取、また、5月の委員会では、NPO 法人ユースクリエイト代表の 原田健介氏からの委員会聴取を実施しました留国大学の学生さんからは彼らの活動内容についてご報告いただくとともに議会ツアーや若者意見交換会の実施また大学コ内への期日前投票所の設置に関するご提案をいただきましたまた原田健介氏からは若者が政治を自分ごととして捉えることができるよう 地域の身近な事柄を題材として提示することの必要性や議会として学校現場や若者が集まるところに出向いていくことも考えられるなどのご意見をいただきました。つきましては龍谷大学の学生さんからの報告・提案の聴取および原田健介氏からの意見聴取を受けて委員の皆さんのご意見を伺いたいと思います。なお本検討項目については これまで各会派からさまざまな提案がなされていますが今後は意見の集約に向けてできる限り論点を絞った上で議論を深めていきたいと考えますので委員の皆さんにおかれましてはその点を踏まえてご発言いただきますようよろしくお願いいたします。それでははご意見のあある方は挙手にてお願いいたしますありますりせんか はい、木代委員。あの原田さん自身がですね、えー、まあ活動を進めてこられた中で、私自身もあの委員会で発言させていただいたんですけど、やはり意識の変化がやはり徐々に出てきたということもまあお伝えいただきました。ただですね、僕私ら自身がどんな感覚を持ってんのかなっていうことをもう一回ね。 やはりですね地域の議会っていうものに対する意識っていうものが伝えきれてなかっただからやはり国政のところにはある程度興味をお示しいただいたということでございますけど最も身近な地域っていうことですね例えば朝起きたら顔洗いますこの蛇口水道 は京都市がやっているそしてまた表へ出て道を歩いてたほとんどの道が京都市をが管理しているで自転車乗っていく人もあれば歩いて公共交通乗っていくこの公共交通もやはり市バス地下鉄これ京都市がやってるで病気になったり怪我したら救急車呼ばんならんこれも京都市がやってるで災害が起きたり火災が起きたらこれも京都市がやっている ところに言っていかなくそれだけと違っていろんなソフトも含めたらですね多くのことをやっている例えば雇用の問題そういうことも京都市が重点的にやっているということをですねもっと伝えていかなあかんのじゃないかなと思いますし特に折に従ってそういう学生の皆さんとですね話し合いをする機会があればそういうことをもっと言うていかなあかんのちゃうかなと。暮らしとか そういう身近なまちづくりの問題に興味を持ってもらうっていうことをですね、まあ、中野駅のことも含めてお話しいただいたところでございますし。僕らももっとこれ余裕でかなあかんなというふうに思っております。改めてですね、やはり今回もこの改革委員会の中で議論があって、学生さんもお越しいただいて、この,この度ののですね参議院選挙でも。 短い期間でございますけれども大学で投票ができるようになったというのは一つ前進ですしその時にもね単に投票してくださいと違ごて自分たちの一票一票がこの国を動かしていく一つのきっかけになるということをね考えてもらわなあかんというのはこれ国政の問題ですしで、まあ、願わくばこれから自分が住んでいる町の地域の例えば我々市会議員の選挙とかに やはり投票行動に移ってもらえるようなことを、まあ、あの次の統一地方選挙まで2年と、まあ、半ほどでございますけれどもその間にもいろんな機会をこの改革委員会を通じてです、ね、持っていっていただくということが大事じゃないかなというふうに考えております。まあ、いずれにしても早稲、ね、田大学がやっている評価というもので京都の司会自身もかなり評価が上がってきましたし ね、その通年議会もそうですし、もっともっとこれからやれることはあると思いますんで、それはまあこの改革委員会の議論を通じて進めていけたらと、私自身はまあ今、意見といいますか、感想を述べさせていただきました、以上でございます。ははいいい他ございますか、はい、中野委員 今、向田さん言われたようにそれぞれ皆さん生活される中では京都市の関わりのあるものを活用して生活はしていますけれどもしかし逆にそれが京都市が噛んでいるという意識また、その 不便であればその議論することで変えることができるという意識残念ながらそこまでは至ってないというのが残念ながらまあ原田さん含めていろいろな方の話を伺ってて痛感したところでもございますでまあ合わせて国会今国の政治には行ってその新聞テレビマスメディアを通じて関心は持てるけれども一番 身近な政治にはなかなか関心を持つ機会もないというところもありましたし、えー、原田さんの話でもその地,地域の議員となかなかコミュニケーションを取ったこともないという,ふうな話もありましたというところから考えるとです、ねあのまあ、積極的に打って出るという提言で原田さんおっしゃってましたけれども、えー、まあ議会という組織で学校に行くと。 というのがまあまず最初の種まきとしては必要な部分ではないのかなというふうに感じておるところでございます。この中のメンバーでも、えー、先だってその大学の大学生の皆さんと。 懇談をしたことで私たちももちろんですけれどもお話しした学生さんも新たな気づきを持っていただけたんではないかということは双方実感しているところでもありますので、まあ、そこから考えると直近の高校生もさることながら、まあ、未来の有権者でありしかもこれからその社会の仕組みを学校の授業を含めて学んでいく中学生そういった方々と 私たちとで胸筋を開いてお話をする私たちの逆に活動を知っていただいて逆にお互いの不足の部分を補い合うそういった機会づくりが必要なのかなというふうに思っておりますので前々回からさまざま公明党の議員団の方そして私どもからも 提出させていただきましたように、あの学生さん、まあ、中学生、高校生の方と、えー、私たちとで、えー、まあ出向いていって、屈、ま、託、あのない議論をする、まあ、そういった機会作りをが必要なのではないかというふうに思ったところでございます。はい,他ございますか、はい、橋村委員 呉国大学で、ね、あの期日前投票がちょっといろいろ限定をされるだけですけど、まあ、2日間実証されることになったということで先般の経済総務委員会でも報告をされ質疑をされておったんですけれども、まあ、やはり結果的にこの改革委員会であの学生の皆さん方が、ね、発言をされて議論をしてなければあそこまで今回済んだかなということを思いますときに まず2日間といえども龍谷大学で実施がされることになったりとかいろいろ議論あるかもしれませんけれどもやっぱりこの改革委員会の大きな力であったかなと私は思います、まあ、そうした中で一方その学生の皆さんといろいろとまあ議論も今後もしていくことがこの委員会であったり政党であったり個人でもそれぞれあるんですけれども、まあ、そうしたときに例えばですね、まあ、試行実施をすることは決まったけれども実際にこの2日間でどれぐらい 投票率が向上していくかという意味では、ですね、まあ、学生の皆さんにも、大学の先生にも、また龍谷大学の先生にも、また選挙管理委員会も含めて、ですねやっぱりここはしっかりと注視をしていかなければ、ですねやっぱり思考実施ということでございますし、的な立場であると私は思いますし、やっぱり大きな場合そこにも労力と、ね、税金とですね費用を投下しての私は大きな 実験でございますので、まあ、今後のいろんな、えー、さらに不在者投票もしたいとかという声も聞いてますし、あるいはまたいろんな、あのーね、駅前でしたいとか、いろんな声も、意見もありますけれどもね、まあ、そこをやっぱりね、しっかりと見極めるためには、今回のこの2日間はね、私はいろいろと悩みで大事かと思いますので、一方でやっぱり議会としてね、やっぱり厳しい言葉、えー、また苦言、えー というのも一方で持ち合わせなければいないかなということも感想として思わさせていただいたところでございます。ほかにも議会ツアー、意見交換会、まあ、これ比較的形が違いども従来からしているような仕組みもございますので改革というと、見新しいこと、新聞に載ること、ニュースに載ることついつい求めがちでありますけれどもやはり改革の本文として、ね、今ある制度 ルール、ー活用できるものをまず知ってもらう、また活用してもらう、とこを十分にしながらね、至らない手はしっかり補うというようなスタンスが、やっぱりやはり大事なかということを感じさせていただきました、しかし改革委員会でございますね、費用対効果、労力、またそのことを十分に基本に置きながら、投票率の向上に向かってわが党も取り組んでいきたいと思います。感想です。 おか,ございますかはい、西村委員えとまあ前回の,あの原田さんの,まああのまあ話につきましては非常にあのえ若い皆さんのまあ選挙の関心あるいはまあこれからですねあの将来を担うあの皆さんの政治に対するその姿勢について まあ、あのさに富むあの話だったなというふうふにはあの、思っておりわれわれもですね若い頃まあ選挙に行くわけですけれどもやはりあの選挙に行けとか選挙あるからあのさらにあの行きなさいと言われてもですねなかなか関心が生まれない、まあ、そこはですね、えー、自らの、まあ、生活の,あのところあるいは、まあ、社会への、まあ、体験の中からこれはやっぱり政治にあの関わっていかなければならない。 あの有権者としてですね。あの投票していくというあのま意識というのが、あのまあ徐々にまああの生まれていくのではないかな。というにはあの私も思いました。ただ一方でですね。あのこうやってあの今年のま参議院選挙から、あのま18歳のまあの皆さんのま投票が始まりそれからま龍谷大学でですねえ。期日前投票がま始まっていくということでありますので、まそれはあのま1つの大きな。 あのまあ投票率の向上というまあ観点で、意義があるかなというふうには思っておりますあのまあう大の今回のまあ取り組みは、あくまでもまああの選挙にまあ関心を持っていただくというあの目的であ,のありますけれども、それが一つのまあ契機になって、ですねあの若い皆さんがまあ投票にまあ足を運んでいただいて、あのまあ主権者としてのまあ権利を行使していただくと。 いうことについてはまああの大きなあの意義があるという,ふうにあの思っております。まあそしてあのこういうあの取り組みがですねあのまあ市内全体にまあ広がっていってですねあのまあそういう形での有権者としてのまあ受験者のまあ講師がさらにまああの広がっていくようにですねこれはあのやっていく必要があるかなという,ふうにはあの思いました。ちょっとまあ感想ですけれども以上です。 はいい他ございますかまあ今、ちょっと発言の中であの何点か、まあ、感想も含めてですけども、いろいろとお話ありました、まあ、その中でですね、えーまあ、あの木田委員の方から、やはりその身近なことをですね、そういったことをやはり題材にすることが、ですね、まあ、どういう形でアプローチするにしてもあの大切なんではないかなというふうな話がありました。 でまあ、あのその後もおいろんな委員の方から発言があったんですけれども、まああの、引き続きい今でも、改革委員会でも議論してました、いわゆるその学校へ行くことですね、なんかも、まあ、ある意味い、何らかの形で、まあ、実施できないかというふうな話でございます。でもこれはまあ当然そのの学学校校とのおいわゆる例えば小中学校 中高校であればですね相手の学校とのこともありますのでその辺の実現性の可能性も含めての検討になってくるかな、なかなか議会だけでですねできるものでもないのでその辺は調整等ですねしていく必要はあるのかなというふうに思います。それからあと、流大で期日前投票が行われるのでそれらの検証ですよね。ですすから実際に今回行われますけども どれくらいの人が来ることになったのか、どれくらいの PR をされ,てされたのか、あるいはまあ費用がどれくらいかかったのか、等々ですねそうした行われることに対することの検証はしっかりとこの科学委員会でも議論すべきではないかというふうなお話もありました。それからのまあ既存のですね 例えばそういう議会見学ですねそういったものをまあえー、しっかりとむしろそこを伸ばすというんですかね例えばその、えー、議会ツアー的なものをまあ,あ募集をかけてそしてそれをいわゆる議会が対応するというふうな形ですよねそういうのを、まあ、打ち出していってそして、まあ、それにはもちろん 今,今日も議論もありました中高生の方も大事なんですけれども一般のです、ね、社会人の皆さん方もお申し込みいただいたらそして、えー、議員がむしろです、ね、そこをきちっと説明し,していくとかねそういうような形で、まあ、従来であればあの事務局サイドにお任せした部分もです、ね、やはりそういったことを議会の方でやっていく。そして、えー、直接、まあ 市民の皆さん方からご質問いただくということもですね、まあ、そういったあの議論の対象になっていくのかなというふうには思います。まあ、今あの何点かあ委員の方から提案なりですね、今後議論をしていくまああのポイントをお話はいただいたんですけれども、何かあ今ちょっと私が触れた点 でも結構ですし、えー、その他でも結構ですけども、意見ございいますかはい、木田委員あの鈴木先生とね、ボーターズカフェ、ぶてもうて、今、18歳、未成年も入ってくるいうことから、ボーターズバーというよりも、ボーターズカフェにしていかなあかんと。 いうこともありりままししたたけどもももやはりですねものすねのごく時間短い感じましたもっと話し合う時間が欲しいなというね、えー、時間があってでもう一つは対象となる人数っていうのを考えてあんまり多すぎたらねみんなと話も聞きにくいしで特定のまあグループでぐるぐる回っていったんですけどその時間帯っていうのがやはり考えなあかんということなんで参加費を頂、ね、い,いてるっていうことをこれ大事は思います。 あの我々も同じ参加費払ってお茶代出してお菓子代出してやるっていうね、まあ、あの学生とかそういう NPO 主導でそういうウォーターズカフェ等々開くんじゃなくてまあだからこのそのやはり窓口になってくるのはこの改革委員会だと思いますんで、まあ、一つの提案としてウォーターズカフェを年1回 もしくは年に二回ぐらいあの試験のない時とかね我々の議会と重ならないようにやればいいしで、ね、時間帯は必ずよろずですみんなあのその時間帯も考えて開いていったらいいんじゃないかなと思っております以上でございますはいはいオーツイはいえっ、ー、とちょっと話変わるんですけどあの先週の土曜日ですねあの議員インターンシップを斡旋しているドットジェイピーという あの学生がやってる団体がありますが、そこのあの議員交流会がありまして、まあ私もあの受け入れを検討しているので、あのまあ学生が来て、で学生はまあインターンに行くことを決めてるんじゃなくて、インターンに行くかどうかを決めるためにまあ議員と交流するというので、まああの広く大阪の議員もいましたけど、だいたい一対六ぐらいでまあ話す機会がありました。でまああの感想的にはこの間のあの京都コンソーシアムで話したことと印象はあまり変わらないんですが、まあ一つはあのどうやってこれ見ていく 大学の,あの講義の時に机にバーっとまあいろんなサークルのビラとか置いてあるらしいんですけど、まあ、そこに銀こ交流会ありますよというのを見てきましたという話があって、まあ、大学生もそういうあの見るとまあ結構興味持つ方がいっているんだなというのが1点ともう1つはあの話をする中で,で、まあ、何に興味持ってきたんという話をするとやっぱりこの,あの選挙権の引き下げもあって 政治に関してもう少し知らないといけないという危機感であったりとか議員が何してるか分からんからあの会える機会があるやって会おうという、まあ、ニーズといいますかそういう希望で来たという話が感想でありまして。まあ、あの アプローチできていないだけで、我々話を聞きたいという学生は結構いるんだなというのを改めて感じまして、ああ大学だけじゃちょっとあれですけど、大学なんかは割と無作為にそういう情報案内をしても、一定人数来るんじゃないかなというような印象を持ちました、インターンシップはインターンシップでまた別なんですけど、そうやってこう議員交流会で話を聞くだけでもという人もいましたので、ちょっと参考までにあのお話しさせていただきました。以上です ちょっっと待てくださあの事務局にちょっとお聞きしたいんだけども今まあ大津井員の方からそういう発言があったんですけどあの次にあの我々が発行してるあの、えー、京都市会のチラシありますよねあの辺は大学へのアプローチっていうのはどういう形になってるかちょっとご説明いただけますか チラシの関係、ポスターと一緒に配っているチラシの件だというふうに、はいはい、チラシにつきましては、あのえーまあ、各議員の皆様にあの配布をお願いをしておりまして、あの特段、うちの方からその大学にです、ね、あの配布をしていると、設置をしているというふうなあのことは。 あの取り組みととしてはは今ののころまああのちょっと今あの話聞いてて思ったやっぱりコンソーシアム京都とねあの改革委員会もやり取りしてますんでその辺例えばまあその部数っていうかね量にもよるかもしれませんけど各大学にね協力求めて、まあ、あの京都市会の活動っていうのかなそういったものを広報するのもね 一つの方かなというふうにちょっと感じたんで、まあ今現状をちょっと確認させていただきました。はい、えっ、ー、とそしたらごめんなさい手挙げたった今西山委員。はい、すみません。あのまあちょっと前回の会議あの欠席をさせていただいておったわけなんですけども、あのまあ原田健介さんのあのまあ資料を見させていただく中、またちょっと私は感じている分のお話を話させてあげた,たと思うんですけども、あのまあ若者の皆さんとまあいかにそのまああの 政治を身近に感じていただくかという部分で実は4月の末になるんですけどもアイボートさんという学生さんの投票率向上を目指されている団体がありまして原田さんの資料の中にもその名前が挙がっているんですけどもそこが主催をされまして議員とフットサルをして交流をしようじゃないかというイベントがございました。京都市会の方からは あの各会派に呼びかけをされて私を含め4名の議員さんが参加をされましてまた京都府会からもお一人の議員さんが参加をされたという状況でありました非常にスポーツを通じて交流する中で実際にこの生の我々議員を感じていただいて本当にこう距離をあ持 縮めてていただくことができ終わってから懇親会といいますかさまざまなお互いのお話をするような場もあったわけですけどもその中で本当に興味深く段そのどういう活動というか一日を過ごされてますかということであったりとかどうして議員というを目指されたんですかというお話であったりとかまたそれぞれのそのま 就職に向けて活動されている中であの、まあ、感じておられることを、まあ、あの話をしていただいて、まあ、それに対して、まあ、自分自身の経験を、まあ、話をさせていただいたりとかという中で本当に、まあ、お互いにそのまあ 特に学生生の皆さんが考えておられること我々は議員が日頃感じていることなどを愛知さんにも感じていただくような場を持たせていただくことができて非常に有意義であったなということで感じております直接また政治的な話でありましたりとか司会報告でこれで身近に感じていただくというのも一つでありますしこういった違う角度本当にこうスポーツでありましたりとか 少し直接的ではない角度で交流する中でも大きく身近に感じていただけることができるんだなということを感じた瞬間になりましたので今後のやっぱり市会改革、若者の皆さんの政治を身近に感じていただくという取り組みについても議会としての取り組みはあればもちろん あの各個人の議員としての取り組みもあるかと思うんですけれども、非常に大切だなということを感じた瞬間でありましたので、な何らかの形で、若者の皆さんともさらにあのですね身近に感じていただけるような取り組みを進めていけばいいのではないかというふうに感じております。以上ですはい田委員 大津ツイからインターンシップのことに触れていただいたわけです。ただね、僕、インターンシップ気ぃつとあかんのは、議会での議員の活動と、日常での地域とかのね、議員の活動っていうのは、それぞれ温度差があると思うんですよ、地域での活動は特に。例えば、インターンに事務所に、個別の議員の事務所に来てもても、電話番するとか、ね、ポスター貼り手伝うとか、ねで、発送業務のね、手伝いするとか、そんなんで終わったら、本物のね、 議員活動見えへんんと思うんですわこれも大事なんですよ大事なんですよそれよりも僕らねこういうねあの本会議とかの傍聴というのは、まあ、ある意味私儀式みたいなもんでね議論っていうのが戦わされてるのは委員会常任委員会も含めて委員会やと思うんですそういう委員会でどんなことやってんやいうのを知ってもらうというのは議員が何やってんのかというのを最も感じてもらえるんで、まあ、2つあると直接傍聴に来ていただくただ 昼間学業ありますからなかなか難しいいうのはありますしで、えー、何言ってもやはりメディアは思うんですね院長からあのご発言ございましたけども大学に対してねあのチラシとか、ね、ポスターとか言うけどもそんなんかでね紙媒体この頃持ちませんってそれももっとねウェブ活用していかなあかんと思いますわでウェブ活用したら委員会も YouTube とかユーストリームで中継されてますからね。ですから いかにこんな議題が、まあ、議題といいますか理事者報告も含めてこういうことで今議論してるんですよってどう伝えるかということをね試行錯誤していかなのですから、まあ、あのインターンシップというのもある意味いいかもしれませんけど67人議員いたらそれぞれの活動の仕方も違いますからね僕は絶対に僕避けなきゃいけないのはただ働きの電話番と、ね、ポスター貼りとね 発送業務の、ね、手伝いとかは僕はちょっと考えなあかんじゃないかなと思っています。以上ですはい大津委員 あの僕がそうしているように誤解されるかねないとあれですけど <laughs> あの、まあ、ちょっと実はその今その話もあってなんですけどまずあのただ多分メディアって自動的なメディアと能動的なメディアがあるなと思ってましてウェブはまあ,あの本人が興味関心を持って検索をしないとたどり着けないというのがあってまあもちろん、えー、ニュースの配信であったりとかフェイスブックで見てるとかいうのもありますけどあのやはり興味がある人でないと一定たどり着きにくいというあの。 でがありますので、まあ、そういう意味ではさっき言ったように教室で待ち時間にチラシがあってふと見て興味を持ったとかっていうまあ、こういう機会も大事にしなければいけないなというふうに思っております。でもう一つあの先ほど授業の話がありましたがあのこの DGP のインターンというのはだいたい8月9月と2月3月にやるんですがこれ何でかというと学生が休みだからです。でなおかつまああの我々も議会やっておりますし、まあ、先ほどの委員会の傍聴などもまあ、しやすいということもありまして、まあ、その辺の機関であったりとかメディアであったりというのは あのまだまだ議論しながら深めていくことできるなというふうに感じました、以上ですはい田委員昨年度あの、インターンシップといいますかあの、事務局で受け入れてくらいりましたね、昨年度、それについての検証とかは事務局としてなされてるんでしょうかはい西岡町。はい インターンシップの受け入れでございますけれども、これはかなり前からしておりまして、昨年も2人を受け入れをしたところでございます、ただ大学コンソーシアムの方を通じて、京都市の仕組みとして受け入れているものでございます。これについては、カリクラムがございまして、インターンシップにあたって、事前に講習をする、そしてまた中間においても講習をする。で私ども事務局といたしましまては あ,あそこであの対象者といいますかの方とまあ言って懇親を懇親といいますかあのあの懇談する機会を設けましてその方々に対するがどういう感想を持たれたかということとまあ、それに対する私たち事務局側のですねまあ、コメントをつけるような形で確認をするというような形をしておりますまあ、その中ではやはりあのいろいろな観点であのこられているところがございましてあのまあ、議会に関心があるという部分 ももありますけども、まあ、社会一般について、ですね、まあ、仕事という分でも見たいということで、まあ、いろんな関心をそのお持ちではありましたけれども、やはり司会ということで、議会ということで、なかなか行政といってもまたちょっと違う部分でございますので、まあ、その点については、かなりあの参考になったということと、まあ、こういう仕事をしてるんだなということで、新しい気づきがあったと、まあ、こういうようなあの感想等をいただいているというところでございます。木田委員 まああのこの前年度改革委員会のたとし調査といいますか鳥取へ行った時にね鳥取県議会は大学生とお酒も交えてやっているということただあそこの県の特性といいますか横に名号うて端から端までこの2時間 JR でもかかるようなロケーションです逆に京都っていうのは多くの大学があってねすごく恵まれている場所は思うんです でまあ、それもあの税金つこで酒飲んだりするというのはいろいろご批判もあるかと思いますけどそれぞれ会費でねやはり交えてあのお酒を交えて話すというのはね、えー、結構いいことや思うんですよそれぞれ本音も出やすいということもありますただあのもう一つのことで考えますと今行政全般で京都市がインターンシップ受け入れてはるということですけど。 一つやはり主義,義務というのがあってて、ね、秘密に触れるる可能性も出てくるわけですよだからその辺もデリケートな問題があると思いますしただ僕らも議会っていうのはやはりオープンでねやっていいかなもちろん主義義務も当然ありますけども、ね、その議会全般でどんなあ、まあ、例えば事務局の業務にも触れられるしでもう一つは議員がどんなことをやって議会を運営してるか。 まだ活動してるかっているかうのを触れてもらえるんでもうちょっと2人や言わんとね機会があれば大お世話していただくの大変やけども例えば各部屋にね部屋担当一緒に入ってもらうとかねそういうこともまあ会派のそれぞれのご同意がいただけなきゃいけないと思いますけどもうちならええよとかねいうこととかも考えていかなあかんのちゃうかなと私は今この、ね、お二人っていうことの感想をおっしゃっていただいた中で良いことかなと。 思っております。以上です。はい。他何かございますか。はい、伊坂委員長。まあ、先日のあの原田さんの話とか、その前の琉大の。プロジェクトの話も。聞いての上で。あの先日の経済総務委員会の。琉大の議論を聞いててね。 ちょっと温度差があるのかなと思ったんですよね、あの市会改革の議員と、そうでない議員とで。実はの、ある会派の方が、劉大がそういうことをやったのに対して、特定の,あの政治勢力が牛耳ってるかのような発言をされてるのを、ね、あの控え室で聞いててね、なんでそういう発想が出てくるのかと思って、残念に思ったんですよね。で委員長もも最後あのフォローししてありまたたけどあの橋村さんも言ったように 私たちは司会改革のメンバーとして龍大の,あのいろんな討論会にも出たしでこの前のプロジェクトの話も聞いてでそうやってあの若者の政治参加あるいは選挙への参加っていうのをどうやって議会として応援していくのかっていうのをやってる自負があるんですよね。そそれれががううういいうようなあの言われ方をしている議員が いるとやっぱり残念だなというふうふに思ったのが一つですでそれとあの、まあ、先ほどインターシップの話も出ましたけど私インターシップの経験がないんでそれを引き受けた経験がないんで、まあ、のいろいろあるそうですけどやっぱりあの原田さんがこの前下からの目線で若者を巻き込むべきだとおっしゃって18歳選挙権っていうのは権利をプレゼントしたのではないと。 まあこう,いう,ふうに言われたんですよねやっぱりそうだというふうに思いましてやっぱり僕らややもすると若者政治参加って言った時に君たち政治参加できるようになったんだよとでっていうことで言っちゃうとなかなかうまくいかないのかと思ってやはり下から目線っていうのはその18歳選挙権の若者を含めて主権者として主体者として 政治や選挙に関わっていくっていうことをそこをフォローしていくっていうのが我々の責任じゃないかなというふうに思いましてだから手伝ってもらうっていうところから一緒にやって主権者になってもらうっていうことを考えていくときに原点に戻って議会として議員としてそのためには何ができるのかっていう視点であの。 先ほどから提案されていますけど、そういうのを議論したいし、あの共産党としてもそういう提案をこれから考えていきたいなというふうに思っています。以上です。他よろしいですか。はい、橋村委員。あ、あとまあ今伊坂先生が言われた与党の経済す委員会の議論を少しだけ、えー、あの重大の投票権で見ておりまして、まあ委員長だいぶフォローされておったんですけど、まあ一つはね気がつくのはまあ <laughs> 少しこの改革委員会に所属している議員としていない議員の温度差は私も感じている部分があります、まあ一つは、やはりまあ自分の会派も含めてその改革委員のねメンバーがやはり自分の会派の中でねちょちょしっかりと伝えていく力というものをまあもう一度少し検証をしなければないかなということはちょっと自分自身感じさせていただきましたしあと一方、やっぱりね選管ももう少しですねしっかりとしてほしいなというね。せっかく 学生の皆さんが来られていろんな議論があってなおかつ、そこまで一生懸命、ね、戦艦も汗を流して努力しはったには少し、えー、もったいない,というようなことがありましたのでそこは十分に、ね、点検しながらですね、行くことが大事かなと思いました、まあ、そうした上でこの改革委員会の中で私はやっぱり先ほどの龍大の思考実験ですね投票についてはね やはりもし日程が可能であれば、えー、もう一度学生の皆さんに来ていただいてです、ね、まあ、その感じたこと、課題点とかね、まあ、その辺は一度、改革委員会としてです、ね、検証をすべきではないかなと思います。と申しますと、やはりその、ね、他の大学も表面だけを見れば、次、うちもしたいとかですね、疑問もございますし、おそらく大学も学生の皆さん方も、おそらくここで2日間だけ、次は全期間したい。 あるいはまだ不在者投票もやってみたいということを当然言われていますし、また一方であまり温度差のある先生方にされた一大学のね、売名的な部分を取られる方とか、全体的な公平性の問題も当然感じられるところでございますので、また一方で、この衆議院選挙もね、早い意識のあるというような噂もある中でですね、そのあたりを当然、経済総務委員会の範疇かもしれませんけれども、やはりあの話を聞いて、流れを作った改革委員会として、 どんだけ学生の皆さんが汗をかいていただいたか、また教授の先生方も努力をされたか、まあ、大学として初めて京都の中で、その取り組まれたその成果とか、ですねまたの戦艦の取り組み、また我々の議員も含めて、ですねどこかで一度、総括の場を持つのがいいのかと思いますので、もしご賛同いただければよろしくお願いしたいと思います。はい えー、さまざまな意見が出ましたけど、ちょっと少しここであのまとめさせていただきたいと思います。えー、今、ちょっと私自身が皆さんの議論を聞いてまして、えー、大きく分けて4点ございます。まず1点目は、今、まさに橋村委員の発言もありましたように、えー、この期日前投票が今回、龍、ま、谷、あ、大学で行われるということに関する検証ですね。 やはりその我々市改革委員会がまある意味異例ともいえる委員会の場でですね、大学の学生の皆さんにいろいろとお話をいただいて、そしてまあまたそれをもとに議論してきたという経緯もございます。まそういった中で、私も経済総務委員でもありますので、先般の委員会も出たんですけれども、選挙管理委員会としては一切この改革委員 議会の議論は、まあ、触れたくないのか、まあ、どうか分かりませんけど一切触れませんでしたし、えー、むしろ戦艦の中立性っていうんですかねそういう意識が強く出たあまりですね まあ逆にそれを逆手に取られて委員の皆さんからそれだけ中立性って思うんやったら何で龍谷大学だけなんやというふうな形でですね <laughs> むしろおまあその委員会ではそういうふうな議論にちょっとなっていったのは私としてはねあの少し残念に思いましたそういった意味ではねあのこういう公の場で議論されてるわけですからその辺はね別に選挙管理委員会の事務局の皆さん方もね、まあ、その辺については何もそのうーん触れることまでね 避けるっってううのまではどうだったのかなといいう,うには思っていまだ、まあ、そういったことも含めて、まあ,あの我々改革委員会としては、あの行われた期日前投票についての検証ですね、から今後に向けての議論も、当然、その検証の中でしていく必要があろうかと思いますし、その辺をまず1つまあ、挙げられるんじゃないかなと思います。それか 既存のものですね、まああの、議会見学とかですね、あるいはその、えー、委員会、まあまあ、これも議会なんですけども、実際に議論されている場をですね、見ていただいたり、あるいはネット中継で見ていただくというのも、まあ、議論の中で出ました。ですから、要は我々が持っているツールをですね、むしろ最大限に活かすという中で、よりアプローチができる方法はどんな方法があるのか。まあ、例えば、 えー、一例ですけれども何かあ京都市にとってですね、えーまあ、話題になっているような中身例えば、えー、民泊の問題であったり、まあ、そういったのはこの委員会で議論されてますよとかあるいは民泊についての委員会報告があって、えー、この日のこの時間からあネット中継見てもらったらこの議論が見られますよとかねそういったむしろその 皆さん方がどこをどう探していいのかわからないという中で、まあ、ある意味大きなトピックスになっているようなものはあー司会のホームページで、えーまあ、出していったりとかですねそういったことも一つの方法かなと思います。ですからいわゆる今ある今我々が実際に市民の皆さんに対して行っていることをよりですね えー、身近に感じていただいたりより参加していただくような方法を議論するということがありました。もう一つは、えー、学校にですね、えー、やっぱり我々、えー、議員がというか、まあ、議会がというかそういう形で、えーまあ、出向いてですね 皆さん方とお話をするという機会を持てないかということでしたでこれはまあ実際龍谷、えー、大学やあるいは、えー、大学コンソーシアムの、まあ、あ中で,です、ねえー、我々も大学生の皆さんとはそういう機会を持ってき、えー、たわけですけれども、まあ、それを例えば高校生とかです、ね、中学生にも広げることができないかとかいうふうなことも、まあ、今後の議論のまあ一つになっていくのかなというふうに思います。 それが4点目が、えーまあォーターズカフェ、えー、バー、スカラと、まあフットサルというお話もありましたけど、いわゆる、ま、われわれにしましたら、そのここのお京都市役所の中であったりとか、ですねあるいはその、えー、学生があ普段あおられる大学であったり、中学、高校以外の場ですね。 えー、そういったところで例えば交流をしてですね。そしてよりまあ,あの何て言いますか？身近に感じていただくことで、そうしたあ議会であったり、議員に対する理解が深まるのではないかなというふうな、えー、お話もありました。まあ、これにやはり具体的なあの提案とかですね。えー、まあ、様々なあのハードルもあろうかと思いますので、まあ、その辺をどうしていくのかということで、えー、課題はあろうかと思いますけども。 私としましては、やはりしっかりこの委員会で議論するテーマとしてはですね、採用してもいいのではないかなというふうに感じた次第でございます。まあ、今、ちょっと大きく4点、えー、にまあ整理をさせていただきましたが、えーまあ、あの皆さん方のご参答が得られたら、今後の委員会でですね、まあ、そういう形でちょっとその今の4点ぐらいに絞って、もちろんそのい こと以外もねあの、あればまたご提案いただいたらいいんですけれども、ちょっとあまりにもですね、あのいろいろと議論する中で、あの議論があ,あちこち行ってもいけませんので、ちょっとそういう形で絞らせていただいて、そしてまた、各会派でもね、今日もちょっと話出ましたけど、やはり改革委員と、 他の委員の、まあ、ちょっと意識の違いみたいなもんも、えーまあ、今回、ちょっとそういうこともあったんではないかという話もありましたけれども、私は常々申し上げておりますのは、この司会改革というのは、議員全員が同じ意識を持たないと、これは成し遂げられないということです。ですから、えーまあ、いわゆるその無所属の方にもですね、この改革委員会の情報は必ずうー提供させていただき、また無所属の委員の方が、 政府、えーまあ、意見がある場合はですね政府委員長会議で受けるということもルール化しておるところでございます、まあ、そういった中でこういったこともですね今後、全議員が意識を共有するためにもですね、まあ、今回あ、まあ、4点に大きくまあ絞らせていただきましたので、えー、議員団会議に置かれてもですね、まあ、この4点という形でちょっと議論をしていただけたらなとそしてまた次回以降の委員会でですね えー、皆さん方を含め、全、えー、議員のですね思いをこの場で、まあ、ご議論いただけたらなというふうなことも思っておりますので、えー、よろしくお願いしたいと思います。えっと、今、ちょっと私のほうで、えー、まとめさせていただきましたが、今後の委員会で、えー、この4点を、まあ、あいわゆる投票率の向上や、ですね、えーまあ、議会員 関する参加促進等々で議論をさせていただくことでよろしいですかね。はいそうしたら一応あの今、今申し上げました、この4点を中心に次回の委員会から議論していきたいと思いますしまた、今日私も触れましたようにこのこと以外もですね、あのー、ございましたらまた適宜ですね。あのー 提案していただきまして、また、政府委員長会議も随時開きますので、その中での整理等もしていきたいというふうに思っております。はい。一応、本日、協議の予定の案件は以上でございます。ここで委員の皆さんにお知らせをいたします。次回の委員会の日程でありますけれども、政府委員長で協議の上委員の皆さんに改めてお知らせをいたしますので、ご承知おきを願いたいと思います。 次回の委員会では投票率向上に向けた取り組みについて引き続き検討することといたします。以上で本日の委員会を参加いたします。委員の皆さんご苦労さまでした。引き続き政府委員長が行いますので副委員長さんをお残り願います。